ういう場所があるとは知っていたが、実際に入るとは思ってもみなかった。アクセスを開放、通路を進んでくれ。ただこれ以上の訪問者は許可が出ていない。お友達にはここで待ってもらう。おや、雑誌もないのか。なら世間話でもするか。志願者が見つかったようだな。やあ兵士よ、戦争の思い出話でもするか。ようこそ船長、降りてインターコムの近くに来てくれ。少しおしゃべりしよう。アベロ大統領が気を利かせてファイルを読ませてくれてな。君の活躍ぶりは素晴らしい。しかし今君はかつてない脅威に直面している。相手は影に潜む目に見えない敵だ。立ち向かうにはあらゆる協力が必要となるだろう。だから会って話がしたかった。私が誰かわかるかね。まあそれも当然だろう。だがその前に自己紹介しよう。私はフランソワ・サノン、またの名をベイ・ビクティス。コロニー戦争当時、私は提督だった。スレートを信じるなら大戦屈指の大罪人だ。その罪を問われて処刑されるはずだったが、前の政権は私を手放すのをあまりに惜しいと考えた。だからここに連れてきた。平和のための人柱だな。死をもってコロニーに尽くしたわけだ。コロニー戦争に敗れた指導者たちの最後の抵抗だ。裁判は本物だった。私は堂々と法廷に臨んだよ。だが処刑は違った。私が受けた薬物注射は偽物だった。今は亡き当時の内閣は私を助言者として残したかったらしい。選択肢などあってないようなものだ。とても断れなかった。私は生きることを選び、代わりに自由を失った。まあ兵士の人生とはそんなものだ。処刑をどう受け止めたかか。戦後私が問われた公式な罪は2つだ。まずはシャイアンの戦いで民間船を撃破したこと。その戦いでは民間船が果敢に私の艦隊を襲撃してきたんだがな。もう一つはロンディニオン宇宙港への爆撃を命じたこと。あれはテラーモーフ大発生の拡大を食い止めるためだった。町と市民は失ったが、無数の人々を救ったはずだ。正しいことを行って私は裁判にかけられた。そして人生は激変した。望みは協力することだ。さらなる襲撃を防ごうとする君と我が子ヘイドリアンに。だが気になるのは、彼女は君に話したかね。ちょっとした家庭の事情について。そうか、ヘイドリアンは人を信じすぎだ。その部分はとうとう強制できなかった。我々の関係は常に難しいものだった。少佐は偉大な指導者となるべくして生まれた。私が築いた遺産を継ぐ者としてな。それを生かせるよう最高の訓練も受けている。実に優秀だった。しかし宇宙がことごとく邪魔をした。だが今度は重要な仕事を君たち二人に残していった。君がやろうとしていることを成功に導くため、私に手伝えることがあると思う。今の政権と長年にわたって信頼を築いてきた結果、
UC は私がある部門で活動することを許してくれた。ある種の回収犯だ。コロニー戦争後、裁きを逃れた犯罪者がいる。そいつらの情報を集め、居所を探り、おびき寄せる筋書きを考える手伝いをしていてね。自慢になるが、成果は上々だ。その過程で他にも分かったことがある。ヘイドリアンとパーシバルの昔の研究チームの名前と居場所だ。貴重な人的資源として大仕事に取り組む支えとなるだろう。彼らがどこにいるか教えよう。その代わり頼みたいことがある。私以上の敵役がいると思うか。まあ多くは個人的に知っているものだ。詳細は頭に入っている。どこで生まれたか、近親者は誰か。犯罪者というものはどんなに頭脳明晰でも、自分が生まれた場所、家族が暮らす星を基準に逃亡先を選びがちでね。特別なことは何もない。自分の個人的な知識とグループが集めてくれた情報をもとに悪者を追っているだけだ。正義がなされるように。話が早い。昔ある研究者が仲間にいた。レジナルド・オーラス博士という男だ。私やヘイドリアン同様、この男もコロニー連合の特に問題のある研究分野に携わっていた。メック兵器が奴の専門だ。奴は殺人兵器をそれ以上のものにした。しかしコロニー戦争が終わった時、奴は法廷に立つことを拒んだ。以来今日まで自分の技術を売って暮らしている。金さえ積めば誰にでもな。その男の居場所がようやく分かった。奴を追い始末してほしい。手段は問わない。抵抗は覚悟しておいてくれ。仕事が終わった証拠を持ってくれば、私が知ることを教えよう。君の記録を拝見したが、船長には不可能を可能にする力があるようだ。率直に言って将来的に我々のチームへ誘いたい。今回の件は一種の予備審査だ。試しても構わんが、20年も逃亡してきたやつだ。荒ごとに詳しくなっていてもおかしくないぞ。やつの船を爆破して終わりにした方が早かろう。マッキンタイヤ補佐官と話してみろ。長年の懸案事項についに終止符が打たれると聞けばさぞ喜ぶだろう。ただ誤解しないでほしい。私は血に飢えた殺人鬼じゃない。殺しが安眠を妨げるというなら、そうすればいい。情報によると、奴はずっとエセリアに隠れていたらしい。ウルフ星系のな。付近にデンというステーションがある。そこのヴァンガードを仕切っているマルケズ隊員に相談するといい。捜索を手伝ってくれるはずだ。私の言葉が信じられないなら補佐官に聞いてみろ。オーラスはこの世から消すべきだとわかるだろう。私が受けた説明によれば、複雑な処置なのは確かだ。器に例えるなら元になった粘土は同じだが、ヘイドリアンの人格形成に関しては窯や陶芸家の影響が大きかったらしい。いい意味でな。結局のところ、我々は個人の遺産の継承を超えた存在だ。遺伝的な意味でも、それ以外でも。戦後私が問われた公式な罪は2つだ。まずはシャイアンの戦いで民間船を撃破したこと。その戦いでは民間船が果敢に私の艦隊を襲撃してきたんだがな。もう一つはロンディニオン宇宙港への爆撃を命じたこと。あれはテラーモーフ大発生の拡大を食い止めるためだった。町と市民は失ったが、無数の人々を救ったはずだ。正しいことを行って、私は裁判にかけられた。そして人生は激変した。
地球の失われた言語で、征服されし者に災いあれという意味だ。その名を得たのは学生時代だ。年上の士官候補生を完膚なきまでに打ち負かし、退学に追いやった時にね。それ以来、私の勝利が気に食わない批判者からそう呼ばれている。だが別段嫌いじゃない。周りに侮るなと知らしめるのに有効だった。船長、面会の方はうまくいった？秘密保持が大事だってことがこれで分かったはずね。その通り、ただの囚人よ。話題にすることもないでしょう。この話はしない、そういう認識だったわね。牢屋に入りたければどうぞ。いえ、あなたの言う通りね。だけど今の彼女に言うのは大きな間違いよ。彼があなたを呼んだのは娘の話をするためだけじゃないと思うけど。レジナルド・オーラス博士よ。居場所が分かったの？もちろん、オーラスを殺すのは論外よ。だけど裁判はいいわ。あいつはもう何年も追及を逃れてる。実現すれば UC にとって大きな勝利よ。見返りは何なの？本当にメンバーの消息を掴んでるのね。こちらでも捜索に乗り出してたけど、その情報があれば時間も人手もぐっと省ける。ぜひ伺いたいわね。そういうことなら正式にゴーサインを出すわ。ただし、あらゆる手を尽くして生きたまま連れ帰って。さて、面会の件で他に話しておくべきことはない？デン？ウルフの軌道にあるスターステーションね。昔からあるけど、今稼働しているのは2代目よ。初代はサーペント・クルセイドにおいてバルーン家に粉々にされた。昔から UC の辺境の拠点として軍艦の修理や燃料補給のために利用されてきた。ただ UC の中心地とは距離があるから、いろいろと緩いところが目立つかもね。パトロールも含めて。犯罪者の潜伏先としては悪くないけど、銀河にはもっといい場所があると思う。あの男を信用するのは間違いね。ただ気にしすぎる必要はないと思うわ。彼が名前を出してくるのは今に始まったことじゃない。過去のケースはどれも概ね滞りなく進んだ。だから確かに注意は必要だけど、話に乗ってもいいと思う。それじゃあこの辺で。くれぐれも配慮をお願いね、船長。ものがある。いるかなと思って。苦情の申し立て？だったら窓口はヴァンガードじゃなくて UC 警備隊よ。ああ、ごめんなさい船長。制服じゃないからわからなかった。さて、どういったご用件？オーラス？知らない名前ね。何者？
本当？ここに？そんな奴が潜伏してるなら通達くらいしてくれればいいのに。でも確かに下手に騒ぐと逃げられる可能性があるわね。とはいえ普通なら一言会って叱るべきだけど。待って、ウォーロックね。何年も前から噂になってる船があってね。呼びかけには応じないし、ドッキングもしてこない。興味本位で調べに行った人もいるけど、少なくとも二人が帰ってこなかった。よほど慣れていないとエセリアのデブリ隊を飛ぶのは危険なの。でもデブリ隊のせいで帰ってこなかったんじゃないとしたら、ウォーロックが最後に目撃された場所の座標を教えるわ。そのオーラスが隠れるとしたら、これ以上の場所はない。このスターステーションは2代目なの。初代のデンはサーペントクルセイドの時にファルーン狂信者に破壊された。もう何十年も前だけど、その時の戦いで出た残骸が宇宙を漂い、エセリアの近辺に流れ着いて厄介なデブリ帯を形成したのよ。今でも向こう水なスクラップ屋がよく行くけど、ひいこら言いながら帰ってくるわ。中には二度と戻らないものもいる。80年前の嫌いにぶつかってね。ただそれはデブリ帯だけのせいじゃなかったのかもしれない。正直言うと、貨物船のクルーが退屈しのぎに語った作り話だと思ってた。でもこのウォーロックのパイロットが私たちの仲間を消してたとしたら、あなたのおかげでこの星系は平和になるかもしれない。知っておくこと？デンはそういう場所じゃない。任務も至って穏やかよ。海賊に目を光らせ、密輸を最小限に抑える。たまにデブリ隊で救助作業を行うかな。あとは主に貨物船の相手、もしくは同盟が再び攻めてくるか、ファルーン家が勢力を取り戻した時に備えて粛々と準備するって感じね。どうぞ。はい、これ正しい進路を教えてくれるはずよ。仲間を連れてくのよ。
もう必要ないだろう。よく戻った船長。オーラス博士の件はどうだ？進展はあったか？驚きはしない。取るべき責任からことごとく逃げてきた男だ。もちろん私が今の話を鵜呑みにするとは思っていまい。よくやった。転送装置に入れてくれ。転送を受理しました。これはまた懐かしい。五章を大事に取っていたのか。あの男も元の世界が忘れがたかったと見える。よくやってくれた船長。昔のチームの面々がレッドデビルズの本部に集まれるようにしよう。一人を除いてな。そいつに限っては自分で探してくれ。カイザーというやつでな、自由公正同盟の星ニーラにいるはずだ。その辺の戦場をフラフラしているだろう。戦争中はゼノエポン展開の中心地だった地域だ。私ならしっかり装備を整えてから向かう。ただその前にヘイドリアンとオーカー博士に声をかけておけ。おそらくカイザーはセキュリティプロトコルを使用している。解除するには二人の力が必要だろう。いかにも軍用モデル A だ。コロニー戦争当時、ゼノウォーフェアチームのニーズに合わせて専用装備に換装した個体だ。頼もしい戦力となるだろう。回収できればな。コロニー連合に命を捧げた身なのでな。彼らを守るために全力を尽くし、自分の後継者さえ譲ってやった。状況が変わっても、私の使命は変わらない。銀河を救うのだろう、船長。手段は大いに越したことはないぞ。船長、お帰りなさい。転属になってるかと思ったわ。ずいぶん長い間いなかったから。それで市民になった感想は？そうでしょうね。危険を冒して手に入れたんだから。喜んでいるようで何よりだ、船長。おめでとう。秘密の握手は後でやろう。戻ってきてくれて本当によかった。テラーモーフのデータを調べてて、もう得られる協力は全て得たいくらいだったの。ここの記録は私の記憶よりもずっと詳しかった。精密な遺伝子検査、生息数統計、食物連鎖まで。すっかり忘れてたこともあった。例えばテラーモーフを捕食する生物がいたこと。だからデータのおかげで人間が対処する以外に検討すべき選択肢ができた。正確には食べてた。数十年前に絶滅したわ。巨大で鈍重な生物で、アセレスというの。そこをもっと研究したいの。調査員を確保できたらね。本当だったらすごいわね。待って、本気なの？あなたは私たちの研究チームを見つけた。すごいわ。これで全てが加速する。彼らが戻ってくれば私たちは。待って、カイザーを見つけたの？それは正しいわ。確かにね。あなたにアドバイスした人は万事心得ているのね。どうやって彼を見つけたの？
笑えないわ。真面目に答えて。どうやって見つけたの？嘘。そんなの馬鹿げてる。彼は死んだ。処刑されたの。処刑は見せかけだった。私の部隊全員を切り捨てたのに彼は残したの。今は何を？顧問、秘密裏に艦隊を指揮してる。彼を生かしておかなければならないほど重要だったことって何？まあ、まさしく専門家を選んだってわけね。戦争犯罪人のベイ・ビクティスが生きている？ UC は絶対に知っていた。間違いあるまい。これは悪夢だ。でも意味はわかるでしょう。あの時代の UC が私を作り出した理由は一つ。指揮官としてのベイ・ビクティスを各世界を恐れていたからよ。彼を消そうとする理由がない。私は生きてる限りあの老人に義理立てする人がいたなんて理解したくない。UC と同じ過ちね。全ての危険信号を無視する。なぜなら UC があの男のために多くの恐ろしいことをしたから。だけど彼らの行いを知った今、父がずっと生かされてたことを知った。私の気持ちがわかる。希望よ。 UC に入る前は誰もいなかった。レッドデビルズも家族も。だけどあの古い世界、私は何者でもなく父が重要人物だった世界はもうない。あなたと協力した甲斐があって私はまた居場所を手に入れた。目的を、これまでとは違う誇れる目的を。あなたと私で UC の意義を変えるのよ。だからヴェイ・ビクティスの生死は気にしない。彼は私の大切なものを全て腐らせる。友人政権を、 UC をより良いものにしようとしているのは私たちよ。いいえ、でも私は UC を誇りを持てる場所にしたいの。父を生かしておいた組織、私を捨てた組織だから何？その人たちはもう第一線を退いてる。それにあの組織は機会をくれる。それを掴んで何をするかは私たち次第よ。そうしましょう。過去の選択を変える手立てはないのだから。できるのは今正しい選択をすることよ。だから目下の仕事に戻りましょう。父が今唐突に研究チームやカイザーに関する情報を手渡してくるなんて信用できない。でも私たちがテラーモーフの襲撃を防ぐことで彼が何かを得られるとしても、それが何かわからない。この絶対に気を抜けない状況でカイザーを連れ戻すことについてどう思う？彼が思い描いている結末は正直わからない。甚大な損害を引き起こした張本人である彼をテラーモーフ対策に従事させる。筋が通らない話よね。それでも彼はカイザーをこの試みに活用することがいかに重要か明らかに理解してる。だから検討する価値があると思う。もしあなたが賛成なら。正しい判断だと思う。ただカイザーがずっと単独で放浪しているなら必要なものはあると思う。ほら、カイザーの設計図。アクチュエーターに武器にバッテリー。あの古いロボットは長く行方不明だった。おそらく修理が必要でしょうね。音声操作にロックもかけたわ。解除するにはこの言葉を言って、ノス・ベッリ・マキーニス。それで
あの古い機械はどこ？そんなに嫌がらないで。彼が少しでも文明のある惑星にいる限り、必要なものはほとんど寄せ集めで作れるはず。彼はそういう惑星にいるのよね。戦場？ニーラの？なんてこと。誰も見つけられないはずだわ。戦時中、ニーラのあのセクターはゼノウェボンの筆頭目標だった。おまけに環境は荒廃してる。自由構成同盟によくある無法状態の惑星よ。あそこで死ぬ可能性は十分に考えられる。でも捜索を始めるならあそこがいいと思う。うん。これだわ。ワン・オブ・ア・カインド・サルベージ。店主はアンジェロ・アロンソ、通称ジェルよ。スタートとしては悪くない。カイザーがいれば他の方法では実現できないほど正確にフィールドワークを進められる。いろんな選択肢を検討できる。テラーモーフの移動手段を明らかにするディテクターや標的型バイオロジカルエージェントの生産。テラーモーフの実験にはかなり得意な素材がいる。その手の作業で海兵隊に協力を要請すると大抵サンプルが台無しになってメンバーが負傷するのよ。コロニー戦争では激しい戦闘がたくさん繰り広げられたけど、ニーラはその中でも最悪だった。自由構成同盟と UC のありったけの戦力、地上部隊、ゼノウェポン、メックが激しくぶつかり合った。両軍とも形勢を決定づける何かを期待した。だけどそんなことは起こらなかった。やっとのことで戦争が終わったものの、大地は荒廃し事実上放棄された。よりによってそこでカイザーが何をしてるかなんて推測しかできない。彼を回収したらすぐに働いてもらえるよう準備しておく。他に何かいる？分かったわ。どうした？テラーモーフの攻撃があった時はニューアトランティスにいた。あの後でこの仕事を断るなんて無理だった。クソったれ惑星め。長い間離れているとその場所が恋しくなるものだが、火星が埃まみれの砂地だってことを忘れてたな。でお前何の用だ？業績評価にもそう書かれたよ。俺はこの施設に必要なものを完璧に把握してるからな。みんな俺に従うしかないんだ。まあお前には関係ないだろうが。悪い、名前は何だった？ああお前か。一緒に仕事をするかもしれないとは聞いていた。ヴァンガードはどうでもいいが、お前たちはニューアトランティスで相当危険を犯したようだな。妹の子供たちがあの町で暮らしてる。だからそのお前の働きには感謝してる。二人とも無事だった。一人は科学部門にいて、もう一人は画家なんだ。基本的には役に立たない子たちだが、かといって戦闘の近くにいるべき理由もないだろう。それにあいつらの身に何かあったら嫌だからな。さて何が必要なんだ？その通りだ。デビルズで何年も物流を担当した後にここの配属になった。軍での物流は基本的にスリルのない仕事だ。だがこの仕事のように毎日激務続きではあったし、退屈することはなかったぞ。
ランタナ 8B の果てにいる悪夢のような連中のための住処と、奴らが好きな休憩用のスナック菓子の手配、まあ悪くはなかった。毎週火星に永久バイオマスを2000キロ出荷できる牧場主を求めて融資を探し回るとかな。それくらい余裕だった。だからまた空きができるかもしれないと聞いた時はすぐに移動を申請したんだ。そんな狂った真似ができる奴がいるとすればここの連中だけだ。そしてそれを実現するために必要な物資は俺が必ず揃えてみせる。戦場の中にはここのようにすぐに破壊から復興するところもあれば永遠にそのままの場所もある。新モデルが入ってるぜ。働くスクラップ屋の隠れ家ワンオブアカインドへようこそ。俺はジェル、ここの店主だ。ってことはフィールドで一攫千金を狙おうってんじゃないのか。まあ好きにしな。ただカイザーって名前のボットはここいらじゃ。ああ、もしかしてエイハブ船長のことか。少なくとも俺たちはみんなそう呼んでる。正式名称なんか知るわけねえ。なんせあいつには質問と普通のおしゃべりを受け付けないセキュリティプロトコルが採用されてるからな。けどあいつは戦闘用ボットなんだろ。ああ、だいぶ前からうろついてるぜ。あるセイレーン王ってな、あいつにとっての白いクジラだ。だがエイハブ船長はしばらく目撃されてない。とうとうやったのか、あるいはやられたか。コロニー戦争後に取り残されたおぞましいエイリアンだ。かなり見境がない。最近じゃやけに耳障りな叫び声を上げながら獲物を追い回すようになった。もともとニーラに入ってきたのは全部ゼノウェポンだったんだ。そいつらはだいぶ前に死んだんだが、奴らフィールドを盛り上げてくれるろくでもない子供たちを大勢残していきやがった。白芸だろ。エイハブ船長がでかい魚を追い求めそいつに殺される運命を描いた地球の物語だよな。俺たちのボットはあのセイレインを追い回してばかりいるからぴったりの名前だと思ったんだ。いい話だぜ。読みたいなら売れるやつがあったはずだ。それであの階級章をつけてるわけか。レッドデビルズ。なるほどな。エイハブはあんたが言ってるボットに違いない。つまりあんたには選択肢が2つあるってことだ。一つ目、そのボットを探してさまよう。あんたにとっての小さな白いクジラをな。会えるかもしれないし、その前に殺されるかもしれない。二つ目、この岩は俺たちのなりわいの一部だ。もし手っ取り早く見つけたいんなら、カイザーの居場所に関する情報を売ってやろう。ちょっと高いかもしれねえが、交渉には応じるぜ。Thank you.
この星で最高のサプライ。かつこの星、気が変わったか？聞こうじゃないか。どんなに必死になろうと、話せないものは話せない。別に怖くはない。別に追い詰められてるわけじゃないが、確かに一理ある。待ってくれ、今のが最終提案だとは言ってないぞ。ああ、そっちの言い分は分かった。割引しよう。いい取引ができてよかった。最近の噂によると、シラキュース付近にいたらしい。商業地区から4分の1キロ下がったところにあるナンパ船だ。うちの作業員の話じゃ、ビーコンみたいなものを搭載してたらしい。耳を澄ますだけで、あんたのマシンを見つけられるだろう。それから、目も凝らしとけ。セイレーンとエクリプティクが待ち構えてる。奴らは容赦なく襲ってくるぞ。ああ、あと一応言っとくが、死体の回収はこの取引には含まれてねえからな。じゃ、エイハブ、じゃなくて、カイザーによろしくな。もう分かったか？多少は進みましたが、かなり複雑なハードウェアです。本当に必要なんですか？そこ来るね！侵入者がいるかも。撃て！何かいるか？ああ、そこにあんたのマシンがいたのか。充電が切れて。ヒートリーチだろ。あの小さな密航車はこの岩のどこにでも出る。ペンライトを吸わせりゃ電気を吸い尽くすぜ。マイクロセルだって？そいつは軍事レベルの技術だ。在庫はあったと思うが、安くはないのは確実だぞ。上等な設計図があれば、あり合わせの材料を製造システムに投入して何とか作れるだろうが、
だからちょっと高額になるのは覚悟してくれ。最高級の製造システムがなきゃこんな生活もそう長く続かなかっただろうな。スペックさえ分かればマイクロセルを製造できるはずだ。ただ素材集めとなると外にゴロゴロ転がってるメックの残骸を目当ての品が見つかるまで片っ端から調べていくしかないな。もっとも本気でそんなことができると思ってんなら取引に応じてもいい。どこよりも使える収穫スポットを教えてやる。上等なパーツを調達できるスポットをな。その代わり余った素材は俺に売ってくれ。いいな。あそこで首をはねられる危険から俺たちを救うってわけさ。どうだ？保証はできないが、いくつかのメックタイプはマイクロセルをそこまで重要じゃないシステムの電源に使ってる。ライトやレーザーなんかにな。無傷のマイクロセルは出なくなって久しい。つまり高すぎる。だがそれを作るパーツならどうだ？まだそこらに転がってる可能性はかなり高い。さ、どうする？探す場所を教えたら不要な材料を売ってくれるか？じゃあ入手ポイントだけマークするぜ。くれぐれも注意しろよ。あっという間に作ってしまったな。びっくりだ。バッテリー接続、エンディングレベル回復、解析中。残留ダメージを検出。衝撃シールド、視覚システム。ダメージは許容範囲内。協力に感謝します。任務を再開しなくては。道を開けてください。兵器の無力化です。リスクが高いですので離れていてください。ヒートリーチ、エネルギーを吸う害虫です。前回問題が起きてリセットした際に巣を張られました。やっと退治できてよかった。サノン少佐にはお待ちいただきます。任務を投げ出すわけには。もっともあの兵器を無力化する試みはこれまで失敗を重ねてきましたが、お力添えがあれば今の任務を迅速に完了できます。そしてこの場所を離れることができます。素晴らしい。目標はユニット XW99、 通称セイレーン。つまりニーナで最後のゼノウェポンを無力化することです。戦場へ向かう準備はよろしいですか？スキャンによって確認しました。仕事は片付きました。それであなたが言っていた任務とは？サノン少佐が関係しているのですが。災害、テラモーフの攻撃、それは重大な懸念ですね。唯一無二に停泊中ですね。そこでお会いしましょう。信じられないわ。サノン少佐、ウォーカー博士。予想よりいい状態だな、カイザー。完全な戦闘能力に戻すまでそう長くはかからないはずだ。それは良かった。新たな脅威が迫っていると聞きました。もっと詳しい話を希望します。パーシバルが全て説明してくれる。それから任務にふさわしい格好にしてやらないとな。任務、どこへ向かうのですか？ロンディニオンよ。ロンディニオン博士、
しには追加兵装が必要です。計画は以上だ。行くぞ。船長、来て。私たちの策を説明する。私たちは大きな問題に直面している。テラーモーフの出現は予測できない。つまりこちらから奴らを探し出して排除するという選択肢は存在しない。でももし代わりにやってくれる者がいたら。聞いて、私の考えを説明するわ。ニーラに行く前、ある生き物の話をしたのを覚えてる？テラーモーフを食べるアセレスって言うんだけど、どうやらテラーモーフ用のブラッドハウンドだったみたい。でもコロニー戦争中に UC が合成食品を切らした時、アセレスが代用品として選ばれたの。アセレスは乱獲によって絶滅したと思われてた。でも研究チームは少数の個体が生き残ってることを突き止めた。データによればね。あとはわかるでしょ。私たちの提案というのはその個体を連れ戻すこと。アセレスを繁殖させて人間の世界に解き放ち、あとは自然の成り行きに任せる。数千年の時をかけて生命のサイクルが確立してきた自然界のシステムを使うの。繁殖プロセスを加速することもできるかもしれない。私を生み出したのと同じ技術を使ってね。多少時間をかけて研究すれば、最終的にはアセレスの狩りの技術を利用してテラーモーフの移動手段を突き止められるかもしれないとさえ考えてる。人類の手でアセレスを拡散させる方法を突き止め、テラーモーフ問題に終止符を打つのよ。確かにそれは最もな比較ね。でも今回は人の命を奪うことじゃなくて守るのが目的よ。ところでこの世界からテラーモーフを排除する選択肢は他にもあるわ。早くて効率的だけどリスクも高い。最近よ、エアロゾル化を施して放出すれば私たちの代わりにテラーモーフを一掃してくれる。毛布そのものに加え、願わくば奴らの移動手段も含めてね。製造、試験、そして散布まで至るにはまだ時間がかかるけど、純粋な効率面でこれに匹敵する方法はないわ。アセレスでさえもかなわない。パーシバルはリスクが最小限だって言ってる。パーシバルが細菌の遺伝子の変異に対するセーフガードをエンコードするからテラーモーフの一掃という任務に専念できる。でも細菌は予測できない行動を取る傾向にあるの。だからリスクがないといえば嘘になるわね。まだ 100% は決まってないけど、ヴァンガードがかなり引き受けてくれるみたい。でもどっちの道を進むか決める前に細かいことを詰めても仕方ないわ。なんというか、もう一つの案が上策じゃないことはわかるが、そんなことをするというアイデアにもゾッとする。リスクは管理できるレベルにとどめておくべきだけど、ゼロにはできない。ただどちらの方法を選ぶにしても、私たちが見据えてるのは何年もかかるような長期的な取り組みよ。実行に移すだけでも短期間でできることじゃない。それにいずれの計画も機能させるには極めて特殊な素材が必要となるわ。迅速に増殖できて継続的に実験が可能なテラーモーフの細胞株、血統の再構築に使うアセレスの遺伝子サンプル、あるいは洗練された細菌追跡技術、その辺の研究室に転がってるようなものじゃないわ。でも手がかりは見つけたと思う。必要な素材を確実に見つけられる場所が基地の銀河に一箇所だけある。全ての道はロンディニオンに通じる。
確かに危険だけど、カイザーとパーシバルと私はこのための訓練を受けた。あなたもそんなに未熟じゃない。 UC にやる気満々の脳なしでも押し付けられて、私たちの命と任務が危険にさらされてもたまらないしね。船長、私たちがここにいるのはあなたのおかげよ。この件を片付けられるのもあなただと思う。一緒に来てくれる？もちろん推奨はされてないけど、 UC はこの小旅行を承認した。だから全て合法よ。あそこはコロニー戦争中、アセレス処理の拠点だった。でもここが肝心なんだけど、テラーモーフのデータによると、アセレスはトーリマン2で初めて発見されたの。その惑星が彼らの故郷よ。ということは、アセレスの獲物テラーモーフも同じ世界からやってきた可能性が高い。あの星がテラーモーフの発生源だと誰も疑わなかった理由もこれで説明できる。アセレスがあまりにも効率的にテラーモーフを駆除してくれてたのよ。アセレスがいなくなってからテラーモーフの大発生が甚大な被害をもたらしたことにも説明がつく。ロンディニオンはテラーモーフの物語の始まり、そして終止符を打つための鍵。その可能性がとても高いわ。期待通りの返答ね。現在 UC はロンディニオンの郊外に小規模な作戦基地を保有してる。アクセスは許可されてるけど、着陸したら基地の司令官サイラ・ハトゥームに連絡しなければならない。私はパーシバルとカイザーを手伝ってくる。それが終わったらそこで落ち合いましょう。でもこれは知っておいて、ロンディニオンはテラーモーフの土地よ。基地で対ゼノ装備を準備してくれるけど、お気に入りの武器を持って行って